そうですね、今日は前にねオーリーのハウトゥーを出して、まあそれから結構ね、DM の方でオーリー見てくださいとか教えてくださいとか結構もらって、まあちょっと結構ねできる限り返してるんですけど、まあたくさん送られてきて、でも大体みんなできてない共通点が何個か一緒で、ただそれを多分本人があんま分かってないからなかなか改善されないんじゃないかなと思って、ちょっと今回の動画を急遽作ろうかなと思いました。まあちょっとこれ3つか4つぐらいに分かれるんだけど、まあまずこういうミスっていうか、こういうオーリーが多いなっていうのがあるんで、そういう人はこの動画をちょっと参考にね直してもらえるといいかなと思います。でそのオーリーはどういうオーリーかっていうと、こんな感じ、オーリーが結構ね送られてきた DM とか見てても多いんです。結構今の見てあそうなるっていう人いるんじゃないですかね。でまあこれの原因は何なのかっていう、普通のまずオーリーダメなオーリー、これの原因っていうのはテールこの叩き足にまず原因があって、言葉でねやっぱ説明しても難しいところがあるので、もしこういうオーリーだなって思う人がいたらちょっとこれ動画を見てちょっと参考にしてみてほしいなと思います。今の飛べるオーリーと飛べないオーリーの違いをここで足で、飛べるオーリー、飛べないオーリー、ここが多分全然浮きが違う。飛ぶ。今みたいな感じで浮くのと浮かないので違うと思うんですけど、それの一番の理由っていうのは、スケボーを踏みすぎちゃう、踏んじゃうから地面と足の間にスケボーが挟まっちゃって飛んでこない。こっちだけ、ここをテールを下にただ叩きつける、感覚的にはここでスケボーが叩き足が地面を踏まない、地面でジャンプするんじゃなくてスケボーの上で自分がジャンプ、これがね結構やっぱ、まあ、タイミングの話なんだけど、飛ぼうとしてこっから飛んでも結局はスケボーは浮いてこないけど、ここからスケボーの上だけで自分が飛べば、少しは飛んでくる。だからここからテールを地面に叩きつける。でその時に
大事なのは足首の砂って感じ。これが地面まで行っちゃうと足と地面の間にスケボーが挟まれちゃって飛ばなくなっちゃう。でここで地面に叩きつけるっていう感じが大事になってきます。でその時にもう一個重要なのは体がこう斜めとかなんないまっすぐ上に、ここからイメージは上に。でこの時にもうちょっと癖がついて僕はこう足首使っちゃうんだけど、使わなくてもテールが浮くよ。が大事かな。結構やっぱこのテールがちゃんと弾けないっていう人が多くて、やっぱ前足をするっていう意識が強い人が多くて、弾けないで前足つろうとするから、無駄な力がかかってタイミングがバラバラになっちゃうって人が多いかなと思うので、今みたいにこう後ろが浮いてこない、浮いてきてもなんかずっとこうロケットみたいな人は、この叩き方をちょっと改善してみるといいかなと思います。大事なのがあって、叩く場所、後ろ、簡単に言うとこのリスの間を叩けば板はこうまっすぐ上がってくるんだけど、例えばスタンスが深すぎちゃったりこう奥をやるとこっちにこういう風に上がってきちゃって、オーリーもが曲がった感じになっちゃう。逆に手前だとこういう風に上がっちゃう。イメージは足のつま先、足のつま先でここの中を叩く。これをタイミングよくやれば今みたいに上がってくるときにこう、こっちになったりこっちになったりしちゃうから、できるだけ真下、真下っていうかこのビスの中を叩くようにすると痛くます。それをタイミングよく叩いてあげれば浮いてきます。今みたいにテールの叩くタイミングとかイメージが違うと、ああやってテールがあんま浮いてこない感じになっちゃうんで、それは止まってやっても走ってやっても一緒です。なんでそうだね、そのまずはそのテールの叩くタイミングを
覚えることがすごい大事なんで、はい、前足は二の次、まずはテールを叩く、テール叩いて浮くようにするっていうのが大事なんで、まあこの動画見て、ああこういう折りしてる俺私みたいな人はちょっとそこを意識して、でこれどうですかってまあなんかたまにね DM 送られてきて返して、またこう送られてきた時にあんま変わってない子とかもいて、一緒ですねみたいな、ちょっと言いづらいんだけど、これどう、これがいい悪いはまあもちろん来たら返信できるだけするけど、自分の中でちゃんと何が良くて悪いのかも理解することで上達も早くなると思うので、まあまずはテールの叩き方で、次はまあ前足の使い方、使い方っていうかちょっと飛び方とかをやろうかなと思います。そう、何個かに分けるって言ったんだけど、今みたいなオーリーの人もいればまた違ったオーリーの形で、でもうまくできない人もいて、うん、結構ねこう何グループみたいな感じで分かれちゃうので、それができるように、それがそのや練習してる人たちにちょっと分かりやすいように説明できたらいいかなと思います。はい、てな感じで、とりあえずは俺のハウトゥーでした。かがかい